はいはい、どうもペンギンです。ダッドハックボリューム1拡大汚染拡大実況プレイやっていきたいと思います。ダッドハックのどうしようかな、タイプ1にしとこうか。タイプ1にしとこうかな。サウンドはまあ特にいじらなくていいか。やっていきます。ドットハック GU ラストリコードが2017年11月の1日水曜日に発売されるということで、初代作からやっていこうという感じです。まあ、ドットハックはアニメをちょこっと見たぐらいで、特にDer Mann mit Schatten ist auf der Suche nach dem Abenddrachen verreist. Ich bin nicht zurückgekommen. Ist noch nicht zurückgekommen. Ich bin nicht zurückgekommen.フォントがさ、わからんないけど、手書きフォントがね、答案に帰らず、短かったら読めるんですけどね。まあ、このゲームは何ですかね。やっとユーザー登録が終わったな。あとは名前の確認だけか。安彦のやつもう待ってるだろうな。早く終わらせなくっちゃ。何でしたっけ。そうそう、ネットゲームの走りなんですよね。ザ・ワールドのユーザー登録は完了しました。最後にお客様のお名前と PC 名を確認させていただきます。声明ね、まあもちろん、姓はペでございますよ。ハヒフヘ。よし。キャラクター名は、まあデフォルトのカイトでいいでしょう。これ多分、ドットハック GU やった時にカイトっていう名前で多分出るはずなので、これで OK します。はい。デスクトップメニューのザワールドを選択することでゲームを開始します。それではザワールドの世界を存分にお楽しみください。
まあ、本当にこれはネットゲームの走りなんですよ。新しいメールが届いています。メールか、メーラーやね。登録完了のお知らせ。ご登録ありがとうございます。まあなんか今このご時世このメールはよく見ますよね。ザワールド本ゲームは複数のサーバーによって構成されています。各サーバーにはルートタウンが存在し、そこにあるカオスゲートと呼ばれる部屋で、任意のデータコードを入力すれば冒険を始めることができます。各サーバールートタウンの紹介。デルタサーバールートタウンは水の都マクアヌ、女神の息子という意味を持っています。町中には水路が張り巡らされており、その風景と水の流れる音は冒険者に安らぎを与えてくれるでしょう。シータサーバー、まあ、この辺ラムダサーバー、シグマサーバー、オメガサーバー。ルートタウンにあるカオスゲートで選んでくださいと。 PC のレベルが低いうちはデルタタウンで冒険することを、おすすめしますと。はい、おそらくゆくゆくはこの辺全部回るんでしょう。友達の安彦ですかね。ウィス登録すんだ。どんな PC にしたんだ。楽しみだな。あ、そうそう、学校でも言ってたけどさ、変な名前にすると後で後悔するぞ。ザワールド、じゃあ俺オルカってことになってるからさ、そこんとこよろしく。本名で呼ぶなよな。あの世界だと違う自分になれるんだ。いや、なりたい自分かな。じゃあルートタウンで待ってるよん。オルカか、オルカか、オルカ、うん、なんか聞いたことはあるかも。じゃあザワールド行きますか。日本語版ザワールド。ザワールドにアクセスします。書き込みがありますと、ゲームから抜けてデスクトップに戻ります。本当にこれパソコンの画面をイメージしてるんですよね、ここは。どうしよう。システム解説。スキルって何ですか。スキルって何ですか。スキルが紛失。この辺ね、全部読むとね、全体像がね見えてくるんでしょうけどね。飛ばします。長いんで飛ばします。デルタサーバーマヌア、マクアヌ。よう、来たな。あ、オルカ。俺だよ、俺、剣士のオルカ。はあ、イメージ違うな。これが安彦とは。だからここではオルカなの。ま、リアルではともかく、ここじゃちょっとしたもんなんだぜ。なんだよ。いや、いいかも。まあ要するにチャットですよね。メンバーアドレス。メンバーアドレスっていうのはザ・ワールドの中でだけ使用できる簡易メールのアドレスのことだ。簡易メールを使えばザ・ワールドでプレイしている限り瞬時にメッセージを送り合うことができる。まあゲームを開始したプレイヤーが知り合いに連絡を取ってパーティーを組むときに使うのが一般的だな。んじゃあ試しに俺をパーティーに誘ってみてくれよ。まず最初に三角ボタンでメニューを開いて。優しいね、この人ね。友達にチュートリアルを教えてくれるっていう。まず最初に三角ボタンでメニューを開いてくれと。パーティーを選択してくれ。次はパーティーを選んで、ここに今までメンバーアドレスをもらった PC の名前が登録される。パーティーに入れたい PC をセレクトして簡易メールを送るわけだ。レベル50って強えな。まだ始めたばっかだから俺の PC 名しか登録されてないだろうけどな。んじゃ丸ボタンを2回押して簡易メールを送ってみな。ん、来た来た。パーティー編成希望。なんか目の前でメールを送り合うのは照れくさいな。いやいや、チュートリアルですから。これで仲間になったんですかね。画面下に俺の PC が表示されただろ。
それがパーティー登録したって証拠。ちなみにこの簡易メールは自分がタウンにいる時じゃないと使えない。あと相手がザ・ワールドをプレイしていない時も連絡がつかないことがあるぞ。みんな自分の都合があるし、24時間プレイしているわけじゃないからな。いつも同じ仲間とパーティーを組めるとは思わない方がいい。だからなるべく多くの PC と知り合ってメンバーアドレスをもらっておいた方が楽しくプレイできると思うぜ。ま、なんか今でもこういうのって大事ですよね。仲間増やして。パーティーの人数と関係なく入るし、一人でプレイしてもメリットないんだよな。さて、そろそろ冒険に出てみようか。的を得とるよね、このオルカのアドバイスって。初心者向けの場所を探しておいたからさ。これがカオスゲート。俺たちが今いるタウンから他の場所に行くための転送装置みたいなもんだな。んじゃ、丸ボタンを押して。説明わかりやすいな。ザ・ワールドでは冒険の舞台をエリアって呼んでいるけど、エリアは3つのワードの組み合わせによって決定される。3つのワードの組み合わせと。これがワード入力画面だ。一番上にあるのがワード入力プレート。ここに A パート、B パート、C パートに分かれた3つのワードが入力される。ワード入力プレートの左下にあるのは現在持っているワードのストックだ。ワードのストックはメールや BBS、 他の PC からの情報で増やすことができる。さて、実際にワードを入力してみよう か。現実的やね、だいぶ。まずは A パートから。ストックの中から燃えたつを選んでくれ。よし、次は B パートだ。杉越のを選んでくれ。最後は C パート、杉越の壁のを選んでくれ。よし、これでエリアの指定は OK だ。すごいね、ワードで作っていくんやね。そうそう、ワードの脇にマークがついてるだろ。それはサーバーシンボルといって現在のサーバーを示している。このマークはデルタだからデルタサーバーだな。ちなみにプレートの右側にあるのがエリアのステータスリスト。フィールドタイプとかダンジョンの横に宝石の表示があるだろ。宝石はあれは現在選んでいるワードがそのステータスに影響しているってこと。フィールドタイプとかダンジョンとかでチカチカしょるやつか、キラキラしょるやつか。一番右端に宝石がついているだろう。これは C パートのワード、壁のがフィールドタイプを決定してるわけだ。実際にどんなタイプに決定しているかは言ってみるまでわからないけど、一度そのワードの影響を覚えてしまえば別のワードとの組み合わせに応用できる。まあ詳しいことは BBS で解説してるから自分で調べてみな。よし、デルタサーバー、燃え立つ杉越の壁のに出発だ。転送するを選んでくれ。なんか日本語的にちょっとおかしいですけどね。おかしく感じるだけですかね。燃え立つ杉越の壁の。冒険を始める前にまずカメラの操作について説明しておく。このゲームではあらゆる方向から敵が襲撃を仕掛けてくるから、素早くカメラを動かして的確な視点で敵を捉え戦況を把握することが重要なテクニックになる。メタ発言がメタ発言じゃないんや。後で説明するけど、攻撃魔法などのスキルも画面内にいる敵しかターゲットにできない。つまりきちんとカメラ操作ができないといつの間にか敵に囲まれて反撃できずに全滅なんてこともあるわけだ。例えばね、これパソコンにコントローラーつないでゲームする L1 ボタンか R1 ボタンを押してカメラを動かしてみな。っていう風に考えたらメタ発言じゃないんですよね、この L1 ボタンとか R1 ボタンとか。そうだ、じゃあ今度はズームインとズームアウトについて教えとく。ズームインとズームアウトは右スティックの上下で行える。右スティックやってみてくれ。右スティック右に倒しても左に倒しても動かんのやね。じゃあ最後はカメラのリセット操作だ。 R2 ボタンを押してみて。それでよし。とにかく戦闘が始まったらこまめにカメラを動かすことを忘れないようにな。さて、今俺たちがいるのは
フィールドと呼ばれている場所だ。これ帰れんかな、なんかこうキングダムハーツっぽくやりたいんやけど。タウンに戻るときは三角ボタンのメニューでゲートアウトを選ぶだけでいい。ゲートアウトか。フィールドには草原や荒野、密林など様々なタイプがあって、ワードによって指定することもできる。このフィールドタイプと天気の組み合わせがエリアの属性を決定しているんだ。あ、キングダムハーツじゃないわ、何やったっけな。例えばフィールドタイプが、なんか前あったゲームで R2 と L2 でカメラを移動させるっていうゲームがあったんですよね。何やったかな。この属性ってやつは出現するモンスターの種類や入手できるアイテムにも影響している。あ、アイテム収集でも、そもそも僕このゲームがどんなゲームか知らないんですよね。慣れてきたら属性を意識してワードを組み替えてみるといいぞ。さあ冒険の開始だ。それじゃあ画面右にあるマップを見てくれ。下向きの赤い矢印が表示されてるところがあるだろう。それがダンジョンの入り口だ。ダンジョンの最下層にはアイテム心臓が安置されていて、グレードの高いアイテムが祀られている。おー、なるほどね。このアイテム心臓を目指すのが基本的な冒険の目的かな。獲得しなさいみたいなね。ダンジョンの中にはフィールドより強い敵が出ることが多いから、先にフィールドでレベル上げした方がいいな。よし、ちょっと待ってろ。妖精のオーブを使った。妖精のオーブってアイテムを使うと、こんな風にマップの隠された情報を見ることができる。マップの中に表示された黄色いマークは魔法陣といって、モンスターや宝箱の出現ポイントになっている場所だ。よし、じゃあ実際に戦闘やってみるか。マップの魔法陣目指して出発だ。基本的な攻撃は近づいて丸ボタンを押すだけで OK だ。ちなみに攻撃対象にはカーソルが表示されて、名前とヒットポイントが確認できる。はい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 。とりあえず基本攻撃で親切ゲーかな。倒してみな。とりあえず丸オレンジしてみた。分かってきただろ。んじゃ次はいよいよスキルだ。三角ボタンを押してメニューを開き、スキルを選択してみてくれ。よし、スキルか。一覧の中からリプスを選んでくれ。ターゲット選択のカーソルが出るから、方向キーで選択して丸ボタンで決定。そうそう、簡単だろ。回復治療系のスキルは仲間、攻撃系のスキルは敵がターゲットになる。さっきも言ったけど、ターゲットにできるのは画面内にいる対象だけだ。スキルを使う前にカメラを動かして対象を画面内に入れるように心がけるといいぞ。すごいね、画面が全てか。前もずっと命令されっぱなしで面白くないだろう。今度はお前がチャットコマンドを使って俺に指示を送ってくれよ。そうだな、チャットコマンドとかもないよ。じゃあお前が仲間に回復してほしい時の指示を教えといてやる。よし、じゃあ四角ボタンを押してメニューを開いてくれ。次にメニューの中から回復よろしくを選択だ。あ、こんなんもあるんやね。基本操作個別にして。どうだ、人に指示するのって気持ちいいだろう。このチャットコマンドを、そうでもないけどな、強敵をあんまりこっち使いたくないしな。メンバーに個別の指示を送ったりできる。新しいメンバーとパーティーを組んだときは、どんなチャットコマンドが有効かいろいろ試してみるといいぞ。さて、めんどくさい講義はここまでだ。今まで覚えたことを生かして好きなように冒険してみな。自信がついたらダンジョンに行ってみようぜ。全部倒すか。何かしかも話しかけれるんや。へえ。あー、どうしよう、カメラが逆なんだが、カメラが逆なんだがカメラ回転スティックでもできましたね。こうかな。そうそう、こう。いやー、倒した。倒そうと思ったのに倒された。そうそう、このカメラ操作、そう、いい感じ。倒そうと思って倒されたんやけど、
まあまあ最初なんで結構あっけないっすよね。てかオルカ50レベルなんですよね。倒したし、あっという間に倒したし、標準マップ、全体マップ、マップなしか。L2 は自分視点か。この L1、R1 はスピットで十分ですね。あんまり引きすぎると面白くないか。まあ、寄り気味に。ジャンプとかはないんですね、これね。さあ、いよいよダンジョンの探索だ。ダンジョンの冒険で一番気をつけてほしいのはゲートアウトができないということ。ゲートアウトしてタウンに帰るためにはまずフィールドまで戻る必要がある。精霊のオカリナっていうアイテムを使えばダンジョンを脱出できるんだが、戦闘中は使えないから気をつけろ。これが宝箱。見りゃわかるよな。気をつけてほしいのは宝箱にノーマルとトラップ付きの2種類があるってこと。ミミックがおるとかってそういうことじゃない。丸ボタンを押して開いてみな。蘇生の飛躍。こっちが危険な宝箱。色が違うだろ。このまま開けようとするとトラップが作動してひどい目に遭うぞ。こんな時はトラップ解除用アイテムの幸運の針金を使えばいい。幸運の針金。ほら、これで大丈夫。丸ボタンを押して開いてみな。引っつけそうだ。バツは押せなく。バツは押しても意味がないんか。三角でアイテムとか見れるんか。何でしたっけ、妖精のオカリナでしたっけ、がリレミとか。回復、治療、治療、 SP っていうのもあるんですね。スキルかな。ダンジョン入ってしまうとマップが必要なくなるんかな。よし、じゃあ進みますか。だいぶ長くなりました。進みましょう。なんかさすがプレステ2初期って感じ。こう初代プレス、あ、これパッケージの子じゃない？なんだ、初代プレステの追われてた。それもそうだけど、このレベルにあんなのいたか。あ、なるほどね。レベル1のもう初歩中の初歩にあんなまがまがしいもんはいねえぞ的なね。すごいよね。なんかプレステの追いかけたんやんか、こっちか。プレステの最終形態みたいな。なんかポリゴン感がこうちょっとこうプレステ2っぽくないんですよね。若干古めかしいというか。さっきの少女は一体、あ、開けれるんじゃない？海賊のタリスマン。タリスマンってなんか聞いたことあるぞ。なんやっけ？剥がれんやっけ？ちなみに、あった、巻物。移動速度が一時的にアップしますと。しかもなんか一気に3個拾ったんか。何かしてほしいときは。歩くのをせえなってので使うのはちょっとナンセンスかな。若干ちょっとステータス見たいな。カイト1レベ、
オルカ50レベル圧倒的。圧倒的ですよね。まあまあ、いずれ僕も50レベルになるでしょう。気をつけろ、閉じ込められたぞ。ダンジョンの中にはこういうトラップ部屋が至る所に配置されている。脱出するためには室内の魔法陣を全て発動させるしかない。さあ、覚悟を決めて魔法陣に突進だ。バトルモードオン。あれ、どこ行った？あれ、倒したし、おい、対戦させてくれや、戦わせてくれや。いつの間にか終わったし。マジでこれカメラ重要ですね。視認しないと戦えない。難しいなこのゲーム。こういうのって大体ね、左から行くのが正解なんですよね。人間の心理的には左からこう行きたくなるらしいので。お、宝箱。お、幸運の針金。じゃあ色見てから開けんと大変な目に遭うよね。蘇生の飛躍と。こう人間の心理的には左側から行きたくなるらしいので、だいたい左側に正解を置かないですかね。どうなんですかね。まあ置くか置かんかはその作った人によりますけどね。ミスったし。あ、なんか強そうなやつ多い。なんか一発のダメージ9700とか。鬼かよこいつ。あ、これは調べるべきか。いや、いきなり開けたらどんなになるんやろ。だろうね。ダイイングだろうね、だろうね。そんな気したよ。リプス。ガチ初見殺しやんけ。要するにここでアイテムを開いて使いなさいよってことか。そういうことね。はいはい。勝手に使ってくれるタイプのゲームではないと。わかりました。こういうのはね、序盤で使っておくべき。失敗してもリカバー効くから。ここがアイテム心臓部屋だ。アイテム心臓はダンジョンの最下層に一つだけ配置されていて、そこからはグレードの高いアイテムエアアイテムがもらえるってことやね。ご褒美やね。ここまで来れれば冒険も一段落だな。心臓に捧げてあるお宝を取ったらそろそろタウンに戻ろうかと。本来ならここで精霊のオカリナを使えば一発でフィールドに戻れるんだが、今は持ってないので仕方ない。来た道を戻ろうぜ。フラグやね。何がもらえるんやろうか。双剣、鋼、アイテム。どうやって装備するんやろ。ステータスかな。双剣、鋼、重要アイテムじゃないかな。装備か。装備で命中が上がるんか。物理攻撃も1上がって命中も1上がると。よしよしよし。お、落ちた。ゴトン落ちたね。あ、こうやって進めていくんかな。
まさか噂は本当だったのか。これを。え？時間がないの。お願い、早く。これは？強い力。使う人の気持ち一つで救い滅び、どちらにでもなる。君は。来る。逃げろ。今のお前じゃ即死だ。なんだこの当たってないけど。それにこいつ普通じゃない。攻撃が効いてない、うん、システムエラーで解決されるもんなんか？この本が大事なんかな？なんか最初ってとこ全然違うけど。安彦はどうしてあんなに慌てたんだろう。一体何があったのか確かめようにも、安彦は電話にも出ない。そして安彦が入院したことを僕が知ったのは翌日になってからだった。すぐに病院に行ったけど安彦には会わせてもらえなかった。でもそれでよかったのかもしれない。弱った安彦は見たくない。あいつもきっと見られたくないはずだ。それにしたってどうしてこんなことに。その鍵はきっとここザ・ワールドにある。そんな気がする。戻ってきましたね。サーバートラブルのお知らせと。弊社サーバーが原因不明のトラブルに見舞われ、皆様には大変ご迷惑をおかけしていますが、大変申し訳ありませんと。現在全力で原因の究明と機能回復に努めていますが、作業の効率化のためしばらくの間、デルタサーバーとなんとかサーバー以外のプレイヤーの移動を制限させていただいて、ご理解のほどよろしくお願いしますと。なんか本当に現実世界のネットゲームみたいですよね。これ本当オーディオとかあるんですね。へえ。あ、ブルーがいい。なんか目に優しそう。データ
声優データ作りましょう。あぶねえ、声優データ作ってなかった。これ作ってないと大変なことになる。長えな、昔のゲームでこんなセーブデータ作るの長かったでしたっけ。一番最初のセーブデータ、おー作れた作れた、おーいっぱいある、一にしとこうっと。よし、じゃあいいとこなんでここで一旦終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったら続きも見てください。ペンギンでした。